今日大体よ、今日の福音は時間について私たちに語ってくださいます。イエス・キリストが言いますね。もう少し私をもう見ることはできなくなる。そしてまだもう少し私が改めてあなたに現れるだろうと。で、私たちはこの、この不安の中に生きるように招かれています。キリスト者はこういうものです。完全なものではありません。けど、ある意味で完全なものです。完全に愛されている。完全に、許されている。完全に救われている。が、まだまだ毎日戦わなければならない。今日の福音はこれ言ってます。私が死ぬと、この世が喜ぶだろう。あなた方は悩む。しかし私は復活すると、あなた方に現れる時にはあなた方が大喜びを感じるだろうと。これです。私たちの毎日、毎日、毎日の生活は、この、死と、イエス・キリストの死と復活の神秘の中に過ごす。生きる。死んで復活する。悩んで喜ぶ。悩んで喜ぶ。けどこれは感情的なことではありません。もっと深い意味です。もっと具体的に私たちが悩むだろう。十字架に貼り付けられた時には悩む。迫害された時には何も感じない時には、不安の中に歩んだ時には、非常に悩むが、この波、この暗闇を渡って、向こう岸に着くと、つまり愛の目的に着くと、主人を愛することができるとき、奥さんを愛することができるとき、子供たちをそのまま受け入れるときには、その、向こう岸の、事実である、愛の実行。ね、私が今日、奥さんを愛するために、このね、海を渡らなければならない。向こう側に行かなければならない。悩む。死ぬ必要がある。イエス・キリストと共に死ぬ。だからイエス・キリストを見ることはできなくなる。何も感じない。だから悩む、悩む。難しい。けど、イエス・キリストが復活する。イエス・キリストが改めて、勝利者として私たちに現れるだろう。私たちに、奥さん、主人、向こう側にいる、その兄弟、相手。の状態のところからキリストが私たちを待っている。そしてそちらに私たちに現れる。見たときにはこの愛の感性につくときには喜ぶ。これは何ですか？天国の味見の味わい。そのために私たちが教会に召されています。この死と復活の神秘を生きる。私たちに実行されること。毎日毎日毎日。そしてそれをみんなに示すため、証として、この素晴らしい景色と言いましょうか、命、永遠の命の景色をみんなに示すように招かれています。そのために今日も起きて、この新しい日に入ります。教会とともに、教会の中ではこのイエス・キリストの死と復活の神秘を祝う経験することができます。元気を出して兄弟たちよ、イエス・キリストと共に何でもできる。彼が復活したから、彼が私たちのためにこの暗闇の中に、その岩、硬い岩、石の中にトンネルを作ってくださいました。そして向こう側に愛の歓声をが私たちを待っています。船の中に乗りましょう。イエス・キリストと共に、共同体と共に向こう側に行きましょう。